はい、どうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。歴を吸うのにやっていきましょう。タオダオをね、やっと取れた。とりあえず雑魚処理だよね。一応編成はね、これがおすすめパーティーに書いてあったんで、この編成でいきます。まあ、ルシはね、即必殺トクエルがいたんで、トクエルのルシちゃんと共に行こうと思います。はいはいはい、オッケーです。理解しました。要はね、雑魚処理した後に出てくる、壺とともにって言い方がおかしいか。壺をね、壊して倒しましょう。で、出てくるのはあれか。魔法陣のみかな？おぉ、すげえ。マジか、アンチ魔法陣持っててもやられるんだ。アンチ魔法陣無視で来るみたいですね。いやー、あー、これ回復してからよかったかな。まあ、システムは理解しました。ボスやら多分中ボスとリンクしてるのかな、HP が。それをね、いい感じに削っていこうっていうクエですね。こいつはリンクしてるのか。普通に倒せるんだけどね。とか真ん中鬼だから、ルシの友情普通に入るのかな。これ解除しながら壺叩いて、まあ、壺叩きつつ、ボス叩きつつか。なんで死んだ？毒か。毒ありがてえ。まあ、ルシはね、次で一応号令が打てるんで、今は横換しておきました。正直このクエストまだよくわかってないしね。オッケーオッケー、ルシの友情が入るね。いいじゃんいいじゃん。で、雑魚の方はね、なんか毒でも勝手に死んでるんで、そんなに叩かなくていいのかな。オッケー、突破です。さあ、ステージ2は突破。ステージ3はどうするかな。ルシファーのね、ストライクショットは惜しむなって書いてあったんですよね。惜しまず使っていこう。あ、いいね、処理しやすい処理しやすい。で、ゴリラ出てきて、ゴリラにはまりましょうっていう。倒だ、いけ。そんなでもなかったな。やっぱちゃんとはまんなきゃダメですね。まあ、これさすがに即死はないよね、ゴリラ。一応怖いから倒していきます。あ、でも全然削れる。全然削れるし、そもそもさっきストライクショット打つ必要なかったな。間違いなく。オッケーオッケー。そもそも手玉バッター自体が普通に叩けるのか。普通に叩けるんであれば叩いた方が早いんじゃないかっていう。あんま角度ないなぁ。失敗した。ルシファーはね、どうしようもないからね、ハマっちゃってると。いや、結構痛えな。せめて回復を取りに行きたい。いや、無意味。うわ、生きてるけど。あ、マジか。いや、ちょっとガイド助けて。これは助けてほしい。下感で削れっかな。はまれればいいんだけどね。せめてこれ 2P だったらな。あぶねえ。ギリギリですね、突破が。思ったより左目が痛い。さあ、これはゴリラからかな。まあ、ゴリラハマるわな。おう、おうおうおう、あれじゃん、ボスじゃん。ボスが出てきたね。
でもこれあれだよね、最終だよね。最終のキャラがもう出てきた？なして？多分撤退かなんかだと思いますけど。よさあ、あとゴリラか。いや、痛えな。結構痛い、結構痛い。やべ。その、タオタオの SS なんなん？自強化か。最初に触れた位置に移動。いや、きついきつい。きついきつい。撃ってみよう。あぶねえ。撃ってよかった。で、多分、レキオス削れてないからね。多分、これはなんか、だね。あれか、やっぱ雑魚処理か。雑魚処理さえしとけば OK ですね。ちょっと焦ったけど。いや、魔法陣すげえことになってんな。これを回避はちょっと難しいんじゃないですか。次、SS 撃てるんで、ピヨピヨしたくない。あ、いいね。もうその辺にいてくればいいや。どうなんだろう、これ。横間で削った方が早いんじゃないか？この位置であれば。あー、全然入んねえ。思ったよりも入んない。やっぱこっちだね。ザコ倒して、さっきみたいに呼び出して、ハマるならならないした方がいい。もう毒で死んだ。さあ、3P はね、ピヨピヨしちゃってるからね、一回魔法陣経由していかないと。厳しいな。だよねー。壺2ターンか。まずいね。いやー、ルシファー助かる。ルシファー強い。ルシファー強いけど、こんなに早々と打ってよかったんだろうか。あとはルシの言うとでいけるべ。もう、テーダバッターね、通常のクエでも、ルシのエナサインやられてますからね。いや、アンチ魔法陣キャラが全員ピヨコになってる。どういうことやねん。よし、突破です。ボスですね。ボス。ひよこ状態からか。あ、これならあんま関係ないね。でも、ルシの友情超いい位置にいるんだけど。どっちかっていうとルシに触りたい。失敗した。ルシはそこでいい。で、さっき短縮してたよね、ゴリラ。ちょ、ゴリラ倒しとくか。いや、倒せない。やべ、すげえ短縮されてる。ちょっと待って。これは予定外。3P ね、横間で。いや、でも、そもそもが痛え。これ2ターンでしょ？弱点来ない。OK。テーダの足元。あ、全部処理してハマるべきだったのか。理解が遅かった。
あぶねー、いけた。そういうことか。全部雑魚処理すると、ゴリラが上に3体並んで、45度でハマれるよっていう、そういうシステムですね。で、壺。今回は壺か。これ厳しいな。いや、壺のとこいけねえ。抜けれるか。ギリだな。さてと、あ、ミスった。ミスった。すいません。これは完全にミス。あ、どこで死んだ。で、また壺が出ると。壺が怖い。あ、OK。それはそれでいい感じ。それはそれでいい感じなんだけど、残り2ターン。上壺がまずいよね。まあ、ここまでいけば削れるでしょ。いやー、ルシピヨった。ひで。それひでえよ。なぜ私ではなくお前なのだ。知ってるだよ。さあ、ラスト。ルシの SS を使いたかったんだが、まさかのピヨルっていうね。あんま入んない。もうちょっと入ると思ったんだけどね。ルシバリアしちゃってるよ。基本的にクエスト内容はずっと一緒ですね。雑魚処理うまい具合にやっていく感じ。いや、ルシファーさんの友情もそんなに入らない。これね、上に置いとけばルシーの SS で多分一緒に飛べるんじゃないか。場所は悪くない。あとはルシーがピヨンなければ。ルシーはピヨンなかったけど、上がピヨった、弾がピヨっちゃったな。ここまで来たらもう削るでしょ。いい位置だ。さあ、ラスト。これで決まってくれよ、おのじ。もうちょっと。いやー、マジか。でも、いけだっしょ。よし。タオダオ。そう、そもそもね、タオダオを3体集めるのに非常に苦労しました。めちゃくちゃドロ率悪かった。もう最後なんてあれですからね、あのなんだっけ、15個集めてもらえるやつ、あれでやっと3体目でしたからね。というわけでご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。レキオの2でした。さあ、あと3や3は6個かな。6個も集めなきゃ。6個もね、1体しか最初ドロップしなかったんで、まあ回収頑張ります。じゃあ、バイバイ。